どうも、いでです今からね、あっぱれさんがおすすめしてくださるタイ料理を食べに行きたいと思います。相倉さんが本当におすすめはどうかは知らんけどね。いやいや、おすすめのところでお願いしますよ。せっかくなんでね、ちょっとタイのところでね、ザ・タイ料理みたいなのを食べようましょう。お願いします。はい、お願いします。それではレッツゴー。いや、なんか勝手に終わらせないでください。あ、終わんないんですか。あの、ベトナムってこのチェックする温度チェックのやつ、はい、頭なんですよ。あ、そうなの。あ、こうやって空港で一人だけ頭でこうやって手だ。おい、違う違う、手でやれ。だいぶはずいな、それ。本当めっちゃ恥ずかしかった、それ。わざわざ帽子とか取ってこうやって。なんで謝ってんのか。そうそうそう、タイに来てすいませんって言うですかね。すごい。俺だって電車乗るのもそれ以来2年半以上ぶり。移動してまいりましたけども、はい、油さん、どこですか。ちょっとね、まさかのやってないって何これ。え、そうでしょ。いや、マジでこの店なんですけど、今営業中なってんですよ、ほら。はい、営業中で、それもちゃんとしっかり確かめた上で来たら、まさかのやってねえんですよ。なんで？でもしょうがないです。でもこれは正直ベトナムでもようあります。なんか本当二人で申し訳ない、みんなに。いや、でもね、さっきのね、はい、お店の人気のお店の対面の店も気になってたんで、まあ今入れたんでこちら。まあ結果オレですよね。結果オレですか。多分美味しいと思います、ね。まあこういうのは含めてタイは楽しいですよ、とかね。さっき。そうですね。そうですね。これアクシデントも含めて、はい、楽しいです。ありがとうございます。代わりに全部説明していただいて。説明はとんでもないです。店の名前なんですか。店の名前はね、またこっちのテロップの方に出てると思います。いや、それ俺が大変なのよ。絶対わかんないし、タイ語。あとこの店までの行き方とか全部ね、ここに出てると思います。無理無理無理。お願いします。なんか、エカ前の近くです。エカ前のソイ23、はい、エカ前ソイイースさんのパクソイ。パクソイ。これ的に、中和なのかな。イカマイイシプさん、イカマイイシプさんという名前。イカマイイシプさん。いや、違うじゃないか。すいません、井上虫歯日本。すいません、はじめまして。タイでラーメン屋さんをやってます、井上虫歯日本と申します。いやいや撮るのやめてもらっていい。あ、撮るのやめてもらっていい。すいません、すぐ撮る。すいません、すぐ撮る。こっちは撮る。いやなんかすやらなきゃいけないわけ。やらなきゃ。今日美味しい、美味しい。ね、ノーラーメン。そうノーラーメンじゃない。ノーネーム。いや、それラーメンない。ラーメン屋じゃねえじゃないか。ノーラーメン屋さん、ラーメン屋さん。ノーラーメン。すぐ持っていく。芸人はね、やめたんでしょ。あの、イキスタになるんですかね。そうそう、東京14期。14期。で、兄さん何期ですか。俺はね、4期生。4期生みんなより10年ぐらい先輩ですかね。言ったらだから。師匠なんで。じゃあオーダーをします。じゃあちょっとやって全部。おじさん、いや、なんでだよ。おじさん早く10個上でやつってんの。なんでやってって、お前がやれよ。押し付けたら学校に全部ラードまみれにして、その後にその上で押し付けたら学校に。怖い。何水濁ってんねん、こんな。殺す。いやいやいや、これはそういうもんなんじゃないですか。いや、これハイテクすぎるよ。ハイテクすごい。やったら自分の携帯でスマホで注文ってことでしょ。そうですそうです。ほら、肉からこう。すごいね、アッパレ小泉のムー型講座。さあ、始まりました、アッパレ小泉のムー型講座でございますけどもね、まずムー型はね、何かというと、まあ、ムーっていうのは豚でね、型っていうのがですね、まあ、結構、体にガタが来るとかそういう感じの日本語関係ですか。そうですね、まずはこういう感じで、ここにお肉をですね、いっぱい食べましたけど、食べ放題なんでいっぱい来ますよね。で、結構ね、いっぱい食べれる薄めのお肉なんですよ、これが。で、だからんで、くっついちゃうんで、先にまずこちらの方をこう塗るわけですね。そうするとお肉がくっつきづらいですね。ちょっとこういったところが怖いなりますけどね。で、この周りに野菜をこう
これ空心菜っていうやつなんですけど、これをですね周りに散りばめますね。でこれはねムーガトのいいとこっていうのは、この時間が経てば経つほどスープの方にこのお肉の旨味とかがね染み込んでいきますし、野菜の味も染み込むんで、すごくね後半に行けば行けば行くほど美味しいんですよこれは。へー。まあ最初こういう風にやっておいて、最初はまあキノコとかをちょっとヘルシーなんでね、で油も落ちるしみたいな。そうなんですね、まあ、野菜も取れるしお肉も取れるし、さっきみたいに顔につければ顔のね、つけるってなんだろう、顔にもヌメヌメになるから文字的に一番なんですよ、すごくでまあエビとかもねこういう普通に乗っけてもいいし、この下で出汁を取りたいよって時はこの中に入れて、だからいろんなスタイルで楽しめるんですよ。だから別にこれっていう正解はないんですけど、まあ一応だからみんな一応基本的なのはこういう感じですよっていうことですね。これでね1人前2時間食べ放題で約400バースだから1人1600円かな。1600円で食べ放題、これは全然いいですね。だから安い、もうそろそろいいかな。ああいい、ね、こういう感じで最初にこう薄いやつやって、あれすんの何のための講座よでこれ乗っけてもいいし、あ美味しそう、牛とかだったら、いやこれこれこれよ、でそれやってもいいし、これしゃぶしゃぶしてもいいんじゃない、ほら、しゃぶしゃぶしちゃってこのままね、まだちょっとあれですけど早すぎるやんちょっとあれで2種類ありますけども、これこのまま入れると辛かったりするので、もうちょっと時間経った方がいいけど、大丈夫ですか、まあ早いな、ちょっとこっちのスープをこの中に入れてこれと一緒にするみたいな、だから最後でスープがまで生きてくれてるんですね。でこれでほら上で結構これすぐ食べれるのよ、すき焼きの肉みたいな、そうですね、いやでこれを油で入れてもね、あのつくの、つくときはつくし、つかないときはつかない、そうなんですよ、つかないためになんかやると、そう、つかないためにやってたんですけど、これをつくパターンですね、つくパターンで、これも食べれますよね、はい、はい、ぜひちょっと食べてください。これはまだ、じゃあスープまだ温まってないかな、肉が先に、まあそのまま、早すぎると思ったスープが温まるの待った方がいいんだよ、そう、だからちょっとあのカメラ持って早くしろみたいな顔するから、こんなだけでやって本当俺はもっと待ちたかった、文句ばっかりやん、そうなんだよね、まあでもいいっすよ、ちょっとこれだとちょっとこれもしね、直でいっちゃいますみたいな、うん、うん、ちょっとわかんないな、もう一回ね、え、なんでなんすか、肉の味だ、肉の味、いやいやいや、肉の味がどうか、牛肉の味でね、しかもこれは別に牛肉食べたくないよっていう人は、これは399バーツ、いや400バーツのコースなんですけど、もう一個下の299バーツ、300バーツのコースだと豚だけなんですけど、豚も十分美味しいですからね。で、こっちはシーフードのタレっぽくて、こっちが肉のタレなんですけど、こっちでも美味しいです。え、ニンニクですか？ニンニクも入ってますよ。で、これもほら、こっちのタレでほら。うん、うん、わかんないですね、なんでなん食レポがゼロだはい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 、見た目は薄くてね、味ないんじゃないかなと思ってるんですけど、口の中に入れて噛んだらですね、その瞬間ですね、すごくお肉の濃厚な芳醇の味が鼻の奥までずっと届いてですね、鼻でもまず美味しい、嗅覚で美味しい、美味しいなと思って噛んでいくつもりに、だん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 このお肉の中のとても多分ね、この豚の肉はね、美味しい肉っていうのは大体そのね、もともとね、その牛肉っていうのは牛さんにもちゃんとね、野菜にいいものを食べさせてる、ということで、美味しいムーガタ小泉さん、ごちそうさまです、あ、はい、あ、いや、どういうこと、どういうこと、全然全然美味しかった、よそよそしいの、美味しかったですよね、いやでも本当マジでね、冗談だけど美味しかったですよね、まあ終わりよければ全て予想してるからね、え、終わりよければ全て予してるからね、なんで終わりよければよしよし荒川よしよしって、終わりよければ荒川よしよしってことということで、最高のありがとうございました、ごちそうさまでーす。